シティグループセンターはアメリカ合衆国ニューヨーク市のミッドタウンにあるシティグループの高層ビルである。以前はシティコープセンターと呼ばれていた。現在は601レキシントンアベニューと呼ばれている。所在地はニューヨーク市マンハッタン53丁目のレキシントンアベニューと3番街の間である。59階建て279メートルの高さで12万。 平方メートルの執務スペースを持つ。その最も特徴的な形状は、屋根に45度の傾斜を持つユニークな建築様式である。建築家のヒュー・シュタビンズ・ジュニア、および技術者のウィリアム・ジェラメアリアによって、シティバンクのために設計され、1977年に完成した。現在の所有者は、ボストン・プロパティーズであり、2009年に601。 レキシントンアベニューに改名された。このビルが立地する北西の角には、セントピーター福音ルーテル教会が建っている。この教会は、もともとは1862年に竣工し、1905年に、現在の54丁目とレキシントンアベニューの角へと移転している。シティグループセンターの建設にあたって、 この教会は一度解体しても良いがまた同じ場所に新築するよう要望した。こうしてこのビルの4本の支柱は建物の角ではなく側面の中央に配置されフロアまで35メートルの空間を開けその下に教会を建てるという珍しい設計になっている。ビルの開業後の1978年に卒業論文を書くために 本ビルの強度計算を行った学生から、斜めからの風を受けた場合の強度が不足しているのではないかとの指摘を電話で受け、風による負荷を再計算したところ16年に一度の強風でビルが倒壊する危険性があることが判明した。このため強度補強工事を一般に知らせずに夜中を使って行い、その事実を1995年になってから一般に公表した。 なお、指摘をした学生が、この事実を知ったのは、一般公表後に放映されたドキュメンタリー番組を見てのことだった。このビルの屋根が45度に傾いているのは、もともとはここに、太陽電池パネルを設置する予定だったためである。ところが、この向きでは、太陽光をうまく拾えないことが判明し、この計画は、中止になっている。ありがとうございます。